バン漫才ギーシだけです。はい、ということでですね、まあ僕はね最近ねちょっとね疲れてるんですけど、その中で心配してほしかったり癒しが欲しいなと思いまして、ちょっと今回ある企画をしようと思うんですけども、僕がね彼女が欲しくなる瞬間って、風邪ひいたとか怪我したって言ったらね、なんか心配してさ、お互いご飯作ってたりとか、お粥作ってあげたりとか、なんかそういうのって結構憧れるんですよ僕は。まあそこでね今回はある企画を思いつきました。ということで今回の企画、全身ギブスの状態だったらミュートルナにどんなに甘えても許してくれる説。はい、ということでですね、一番わかりやすいのは見た目なんですよ。あの人誰もね人間なんで、どんなことでもやってしまうんじゃないかなと思いまして、今回この企画を思いつきました。僕はねもちろんね全身ギブスの状態ですからスタジオに行けないわけじゃないですか。なんで今回はちょっとミュとねルナを呼びまして、ここにちょっと LINE で来てくれっていうことを伝えて、でそこからドッキリをスタートしようと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでですね、包帯をぐるぐる巻きにしていきたいと思います。まずは脱ぎます。いますよね、こういう女の子。やばい、ダメだ、首締まる。僕はね、実はね、全身ぐるぐる巻きはね、2回目なんですよ。大げさなぐらいがちょうどいいと思ってます。こっから全身やっていきたいと思います。はい、ということでですね、隠しカメラを仕掛けたんで、ちょっとこれで待っていきたいと思います。来たの、やばい、絶対です。いや、まだ高んやろけど。どうしたの？ウィナーズで足くねって、そのまま全身くねって、で、骨は折れてないけど、その骨の形変わっちゃうじゃん。言ってこんかったじゃん。だけど撮影しない方がよくない？ね、来る前に言ってくれたんね。撮ってないからさ、でも撮んないといけないじゃん。そこは撮った方がよくない？うん、なんていうの逆に、ファンの人とか。いや、もうだって YouTuber じゃん。ここって動かせんの？ここはいける。手は大丈夫だったのよ。受け身みたいな感じでうまくいって。そうなんだ。そう、変な転び方してさ。今日だけなの、こういう固定みたいな。あ、そうなんだ。その骨に負担かかんないようにみたいな。そう、これのせいで頭洗いたいんです。どうしたい？頭洗いたいね。で、マジで？絶対こいつ嘘や。本当に願い。入れる感じして？だったら。肩持つ？うんうん。大丈夫？いや、ダメだよ。痛い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 。そうだよね。どうやって持ち上げる？嘘やろ？嘘やろ？まあいいよ、先お風呂場行ってていいよ。後から追いつくわ。ここもラップ巻くってこと？だから首とかラップ巻いて、頭も外しちゃおう。じゃあゴミ袋でいいよ。あ、オッケーオッケー。ゴミ袋穴開けてかぶって。そうね。こうやったらいいんじゃない？こう？こうやって。これいいやん。これはさ、バスじゃん。早く。何？いける？うん。じゃあ取ってきて。歩けてる。早く。入れんの？お前めっちゃ手使うやん。マジでちゃうかったら帰っていい？いや、ほんとに。え、なんか汗かいてる？やめちゃいない。なんか髪の毛拭くわな。ありがとう。危ないね、ほんとに。ちょっともうそろそろ。ガチでウィナーズになったの？絶対お風呂入ったっしょ。はい。泡立ち方違うの。柔らかい？うん。こんなにね。いや、あの外出てないからだと思う。はい。あぶない、ジズしてね。ごめんごめんごめん。ジズしてればいいよ。すっきりじゃん。あぶない、あぶない、お風呂だよ、それ。足下ろして、足やす。一回立って。せーので。
ね、演技やったら。いらっしゃいませ。お願いします。本日どこら辺がね、一番痛みますか？全然剥げてるんで。そうね。結構な交代してきてるもんね。はい。気持ちいい。気持ちいいです。でもやっぱ頭は本当に減ってたからね、見れば。匂いなくすって。あ、めっちゃいい。あやついい感じ。あ、いいんじゃない？ね、なんで？何？髪の毛サラサラなんだけど。でしょ？なんで？でしょ？めちゃくちゃサラサラなんだけど。頭皮いい匂い。え、何が違うの？いいんじゃない？いい。なんでこんなサラサラになるの？何が違うんだろう。あやと。いいよ。髪の毛してますね。ああ。え、できないんだけど私人の髪の毛。ああいや。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いわ。痛い。やばい。着替える？着替えたい。取れる？よし。持ってくる適当に T シャツ。うん。何でもいい？何でもいい。できたよ。どうやって着替えさせる？手でほどかないと。ハサミで切っていい？切るよ、下見てて。あっ、おかえり。ただいま。ごめん。買ってきたよ、ヨーグルト。うおー、ナイス。あとトイレのオシルト買ってきた。こんな臭かった？変わるわ。あ、じゃあ出たよ。よし、OK。はい、向いてる方がいい。いや、いいよ。これ下はそのままでいいんでしょ。うん、なんだ。いや、いいって。包帯はした方がいいよ、だって怪我してるんでしょ。大丈夫？うん、本当に決してあなたではない。腰とかはんなくていいですか？大丈夫。腰はここでゼリー食べようか。ね、食べよう。リスクも食べる？食べたい。はい、あ、めくる。あー、どう？あー、どうした？最低。ねえ、おしっこした。行こう。トイレに連れてってくれ。立って。行くしょ。行きます。はい。おい、ルナ、誰がドア開ける係って言うた？バックハグやんけ、ただの。はいはい、行くで。はい、ということで、まあ、今のところ、まあ、めちゃくちゃ便利なんです、正直言っちゃなんですけど、すごく今生活が楽になってて、まあ、生活の面、お風呂とかトイレとかはやってくれるんで、ちょっと次全く関係ないことやってみたいと思います。はい、行きます。ねえ、歩けないから来て。セーフ、一応セーフだ。うまい。お前自分で釣れないから。自分で釣れてやるから。ちょっとね、膝枕してや。ちょっと待って、ここでいいやん。いや、無理。あ、なかったなかった。ストップ。お前さ、肘置きにすんなよ。俺のおでこよ。どう？こっちに寝てる。マジ？疲れた。いつ寝たばらしてるんだろう。なんかさすがに起きて変だなって思ったら聞いてね。起きてんじゃん。
寒くない？そうか。暖房つける？ついてる。暑いやね。寒いね。寒いね。寒いね。もっとちゃんと握って。はいはい。ちゃんと握って。オッケー、こっちね。あ、手マッサージしてよ。手マッサージしてよ。要望が。手マッサージしてよ。めちゃくちゃ男から LINE 来た瞬間にいじりまじるそう、お前絶対お前今見た感じ絶対男だよ言い捨てやろ、ひらりさん元気ならもう、うけや、最後これ外してや無理やり、それは自分やってお願いそしたら答えが書いてるかもよ。わかったわかったわかった、はい、ちょっと待ってや買ってじゃあそこじゃないよそれやつもういいからもういつまでそんな子供っぽいことするのドッキリでしたもうということで何最悪一番前最悪なんだやばいドッキリ大事やったな初めての、生ケツネタバラシですかわいい鳥肌立ってんのはいということでですね今回のドッキリ全身ギブスをしていたらルナとミユは何でも言うこと聞いてくれる説バレバレ入ってきた時からね、うん、これやってんなと思ったよ。監視班にも乗ってくれてよかった、うんうんうん、ちょっとは本当に今回びっくりしたのは、うん、全ての力をかけて二人が頭を洗ってくれたことです。そして頭が回復した時はサラサラできるこれさマジで力抜いたのよく耐えてくれました。ありがとうございます。はい、ということでですね、狼少年になっちゃうかもしれないですけど、うんまあ、僕が本当に怪我した時は助けてください。ピノッキオってやば。ピノッキオってな、ピノッキオでいいや。ピノッキオということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。